はい、じゃあ黒熊のクマちゃんの尿の顕微鏡検査、まあ今これ100倍ですね。で400倍、うわって感じですよね。すいません、なかなかこれが落とせれない。まあだからね、あの今毎日流動食と一緒に水分補給してるじゃないですか、結構大事ですね、あれ。こういうところが、うん、はい、ちょっと100倍にしますね、もう一回。なんかありそうなところ。この辺ちょっと見てみようか。よいしょ。まあ多分ここ動いてないところはね、死んだ細胞の塊がガサッとあって周りに細菌があると、そんな感じかな。これも多分そうだよね。死んだ細胞が固まってて、それに白血球とかね、うん、すごいな。結晶みたいなのってないですよ。うん、ただね、こんだけ細菌がいるとですね、隠れちゃうんですよね。ちょっと薄いところで見てみましょうか。でもキラッとこうプラスのやつが光ってくると、この辺薄いよね。ちょっとこの辺で見てみましょうか。でも100倍でも結晶なんとなくわかるんですよね、ちっちゃいけど。これぐらいにちょっと薄いところで見ていても、はい、まあすいません、細菌がいっぱいで、ちょっと死んだ細胞はあれ。